新海修太の YouTube ラジオ題してしぎらじね、すっかり衣装も変わりまして、ね、始めたいと。そのまんまや、ここ入れ替わっただけでね。そんなこと後日撮ってますからね。全然、まあ、1週間だったから分からない。先週のと全然違いますけどもね、言いたいと思いますけど、な何やらあれでしょ、疑問があるでしょ、言いたいことが。はいはい、そうそう、待って、何、あ、またスタート。そうか、そうか、7分ラジオなんでね、うん、はい、食後のデザートの定義をずっと話してたんです。そう、さっきね、うん、何食後デザートって話ね、どうして食後なのかっていう。ショー、うん、スイーツね、うん、デザート、甘い、ね、ケーキだったりとかさ、あの、まあ、コース料理したってさ、そうよ、最後にさ、うん、メロン出してきたりするやろ。そうよ、なんでこれさ、腹いっぱい飯食ったってメロン出すの。メロンなんてどうしよう。間のドルチェたまにあるよね。あれ口直しやろ。そう、口直しのシャーベット、うん、ソルベって決めた。ダメなの、それ。あり、あれは別にあのスイーツをあのたしなもうではなくて、うん、口直しやろ。ガムガムでしょ。あ、そういうことね。その後にまたもう一回出てくるからね。うん、そうそう、一回リセット。じゃあいいのだ。うん、いいよ、じゃあいいの。じゃあいいのだ。うん、だからその、ね、食後のデザート。がなんであかんの。例えばさ、冷蔵庫にさ、あの、ね、大事なシュークリームを取っといて、うんうん、ご飯食べてから食べよう。うんうん。ええやん。そんな大事なんだ、先に食えばいいやん。え、飯食う前に先に食えばいいやん。でもご飯があるやん。美味しいご飯。美味しいご飯が用意されてる。だけど、うん、ご飯って言ったのはお腹いっぱいにするもんでしょ。腹いっぱいになるやん。茶碗一杯飯食ったら、ね、味噌汁食ったら結構なの、いいのね、うん、容量締める、容量締めちゃうからさ、うんうんうん、でもそんな大事にね、うん、大好きなスイーツを取っておくんだったら、うんうんうん、お腹空いてるうちに、あ、これそれ最初にさ、あ、美味しい、このスープも美味しいよ、それ美味しいよ、食べてから、うん、さ、お食事にしましょうって言うね。ダメダメダメ。そしたら、だからお食事ランキングが下がるやん。お食事の良さが下がるやん。良さがお食事楽しみにしてるから俺。あ、どっちが好き？スイーツとお食事。それ比べる単純だよ。違う。もうだからスイーツ、あ、大好き、何が好き？デザート。デザート。うん、デザートは。じゃあ聖火堂さんな。聖火堂さんのドラ焼き、ね、ドラ焼きは楽しみにしてます。楽しみにしてます。ね、楽しみにしてます。こっちであの、ご飯？なんかご飯、高級な。あ、高級なんや、ご飯。高級。ご飯も高級。高級なご飯の。お、お寿司、お寿司、なんじゃ、お寿司な。うん、お寿司の、久米のお寿司を、お、久米のお寿司食べます。特上で。今日は特上で食べます。はいはいはい。ね、っていうのが2つ待ってます。うん。じゃあ、今お腹ペコペコです。うん。じゃあ食べましょうよ。うん。時に何から食べる？ケーキ。なんでな。なんでな。ドラえきや。あ、ドラえきや。そういうのじゃないで。でも、なんでな。それはないやん、俺の中では。どっちが時間分かるだって、まあ、でもね、俺の中でランキング言っていい、うん、絶対お食事が上なの、俺。さっき聞いた絶対お食事が上なの。上とか下とかじゃない、上なの、俺は。分量どっちが、時間かかりますか、食べるのより。食べるのに、あ、ちっちゃいから、そっちこっちは早いな、うん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 、早いな。こっちはさ、ゆっくり堪能したいやん、お寿司だったりとか。美味しいもん。そう、これだから、どっちも好きやったらさ、うんうんうん、まず空腹の状態で、このもうすぐ終わるものを先に堪能して、うんうん、あの、で、あとで自分なんかお酒も飲みたいからさ、うん、食事の時は。ああ、そうでしょ。そう、だから先にこれを終わらしといて、うん、コーヒーでも飲んで、うんうん、そう、デザートタイムは楽しかった、うん、でもこんな少ない量だからお腹まだ空いてます、うんうんうん、それなら今度こっちのディナーもスペシャル。逆かなじゃあ発想が、俺とは、うん、俺は食事はじっくり食べるよ、食べたけど、うんうん、その後のとのデザートタイムをゆっくりしたいから、その食後の後にデザートタイムが、食後むっちゃ後やな。そうなる。食事の後に3時間になるよ。連続。お寿司食べて、お酒なんか飲んじゃったりして、飲んじゃってそう、気持ちよくなって、うん、すぐデザート、うん、コーヒーつきます、うん、用意しました、ありがとうございます、うん、美味しい、それ美味しいよ、美味しいよ。でもこれさ、空腹状態もっと美味しいやん。美味しいやん。でも、それしたら食事久米も空腹で食べた方が絶対もっと美味しいやん。こんなん食ったうちに入らないで、食うたらもうワンランク下がるやん。もう下がります。マラソンのあと疲れた後の一発目の水よが久米なわけ、うん、ね、そこにシュークリーム挟んでもうたら久米ランキング下がるやん。違う、あのさ、うんうん、話変えていい？ダメ、絶対ダメよ。変えちゃダメよ。7分間で終わるから。焼肉屋ってさ、サラダ頼むやつも信じられない。一発目な？一発目も二発目でもいいけど。なんで？
焼肉、肉食いに来てるのに、どうしてサラダ食べるんですかって。いや、まあそうだ。サラダ食べに来たんですか。食事、そうね。ああ、それ難しいな。でも、食事の時に野菜を食べたいなっていう気持ちはあるじゃん。ん？食事の時に？野菜を食べなくちゃ。うん、あるよ。だから青汁飲むのと一緒よ。じゃあ、お汁飲んでから焼肉焼けばいい。だから居酒屋行っていろんなものを食べたいのは分かるのね。ああ、でも焼肉屋、焼肉専門店やから。そう、焼肉食べたい、焼肉で腹いっぱいしたくて言ってるのに、うん、どうしてサラダでお腹いっぱいともったいないなと思って。あ、じゃあ肉わー食べて最後青汁飲んだらチャラやと思ってるってことか。あ、できれば先に青汁を飲んだ方が吸収率がやっぱり違うので、お肉を食べたら青汁を飲んで肉だけ食えば肉だけで腹いっぱいになる。でもそれで言うと肉ランキングも下がるやん。最初に青汁飲んだらお腹痛い。下がらないよ。その後の一発目のビールの気持ちよ。ビールの気持ち。ビールを、もうキンキンに冷えたビールが来るのに。体のことを考えて。体のことを。誰が言うんだよ。じゃあサラダ食えよ。体のこと考えるやん。体の一発目。青汁も飲んでサラダも食え。いきなり、いきなりそんなビールなんかね、一口目をクルクルガンなんか言って、肉なんかガンいったら、やっぱり胃腸に負担かかります。お酒の酔いもね、肝臓に負担かかります。だからその前にそこをちょっとあの青汁をね。でそれで言うたらケーキの前に青汁やもんな。青汁ケーキのキューベル。うん、いいじゃん。素晴らしい。それでいこうか。それ素晴らしい。違うな。それ素晴らしい。なんか違う、俺の中で納得できてないな、それは。それよく。だからもう、しかもね、うん、これあのちょっと勝手な持論で言っていい？いいよ。ダイエットとか気にしてる。ああ、いいよ、いい、簡単。お腹すいた、お腹すいた、丼ご飯食べたい。うん。そう。でも、ケーキも食べたい。うん。そう、でもご飯はね、食べ過ぎたら太る、うんうん、時に、このちっちゃいケーキをね、うん、直前食べます、うん、そしたら、不思議なことに、うん、あの甘いスイーツってその、満たされる、なんていうの、甘いから、うん、そういうホルモン的なやつか。そう、幸せホルモンが出るんで、すると、食欲がする程度する程度ないから食欲度が、その最初の食べたいって切るのが、グンと抑えるのね。それは普通に食べてるからじゃん。それはある、食べたのもあるけど、うん、でもいきなり例えば丼に行ったらガーッと食べちゃうでしょ、うん、それをちっちゃいスイーツを先に入れることによって、うん、食欲がふっと収まるの、うん、はいやはいやはいそれって言うと何かい結局どうなった？おすすめは、うん、そう、青汁行ってスイーツ食べてから好きなの。飯やん。っていうことか。うん。どれも食べたい時はね。うんうん、うん。今日食べたいもの、どんどん、うん、ご飯たっぷり食べたい、スイーツ食べたい。うん、あ、そういう時は。そうね、うん。でもそれで言ったら俺スイーツは本気ご飯の時にはあんまりいらんのよね。てか入らなくなる。わかるよ。フルで行くから。だから先に食べる。だったら違う。だったら3時に食べたい。3時にしっかりスイーツだけ食べたい。ああ。あ、だからも食後のデザートはなし。いらない。なしで。要するに一緒ってことやね、だから。うん。だからまあ、うん、楽しみにしてるスイーツがあります。うんうん、あ、じゃあ次の日の朝食べた方がいいってことか。うん。ああ、の方が美味しさランキングね。美味しさランキング。で言うと食後じゃなくていいよねっていう話。そうね、でも口の中がこうなんかあれなんだろうな、甘いので終わりたいみたいなのがあるやろな。あ、でもそういう人が多いってことか。うん、そう、甘い感じで終わりたい、それを楽しみにみたいな、それを楽しみに惰性でご飯食べるみたいな感じになるってこと。あ、でもだから俺の中ではその絶対ご飯が上だからね、うん、その後に食べるのがスイーツ。これ聞きたいわって、これがなくてスイーツバイキングだけで今日終わりましたみたいな晩ご飯だったらどうする。あ、悲しいな、うん、なんか俺はそうなんだよ。スイーツ好きだけど、うん、スイーツだけ行きますよって言われたら、スイーツだけですかって。スイーツだけでお腹いっぱいなんか、そうそう、胸上げしちゃう。ちょっとなんか、うん、違うのよ。でもじゃあ、さ、受注力高めなスイーツ好きはさ、うん、きっとそういう人もいると思うんだよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。でもやっぱりだから、ね、例えばあんこでもそう、洋菓子もそう、大体賞味期限その当日になって食べなきゃ。そうそう、クリーム入ってるとね、うん、特にね、まあまあ冷蔵庫で次の日の朝でもいいですよ、うんうん、でももうね、できればこの当日に食べたい、うん、晩ご飯夕方買って帰って、うんうんうん、今日中に食べたいと思った場合、うん、私どもは、うんうんうん、食前に食べるね。じゃああれだ、ご飯のランクを下げたらいいんだ、ちょっと、うん、
その日はね。疾走ご飯。うん。ね。スイーツ上。そうね。疾走ご飯。あんまり楽しみなご飯にしない方がいい、ね。そういうことそういうことや。あじゃあどっちからで。手を、うん、手をです。手をです。うん。手をです。そうしようよ。そうしよう。分かった。うん。分かった。みんなは分かった。みんなは分かった。俺は分かったけど分かった。多分それぞれの意見があるんだよ。そうだな。それはある。うん。じゃあそれはこちらまで皆さんの意見ぜひ聞かせてください。はい、受け付けておりません。それは。はい、ということで週の始めまで月曜日の夜でございます。この1週間も一緒に頑張っていきましょう。以上、週刊シュートでした。